ヒマナイズの日常洋画劇場へようこそ。ストレンジデイズは1995年度の作品です。これはキャスリン・ビグローという女性の監督が監督をしています。このキャスリン・ビグローはその当時ジェームス・キャメロンの奥さんでもありました。ジェームス・キャメロンはもちろんタイタニックやターミネーター、アビスなどの監督です。今回も原案も手掛けていまして、この1999年12月31日の話を映画にした近未来 SF です。まあ、1995年に制作して1999年を描いていますので超近未来映画なんですけれども、しかしこのユニークなのはこの映画がですね、スクワットという自分の記憶を全部記録できる装置、これがキーを握っているということにあります。この装置は実は JM という映画の原作である記憶やジョニー、ウィリアム・ギブソンが小説の中で、作った言葉なそうです。でこのストレンジデイズではそういった記憶を丸ごと、つまり触感も含めてですね、自分が体験したことを丸ごと録画できる装置、これに関するコンテンツの流通ですね、例えば殺人のディスクとか、レイプのディスクとか、そういったものが裏で闇取引されているという世界を描いていて非常に興味深い映画です。特撮はデジタルドメインが担当していまして、その自分主観、自分の一人称のカメラが鏡をスーッと通過したりですね、非常に地味なんだけれどもユニークな SFX を見せてくれています。僕はこの記憶に関する映画って非常に自分では好きなので、このストレンジデイズというのはですね、非常にそういった面で思い入れのある映画で何回も繰り返してみました。俳優はですね、レイフ・ファンズという、最近だとメロドラマ系の映画に出てくる甘いマスクの俳優ですけども、今回このストレンジデイズでは別れた彼女とのデートのディスクばっかりを再生する非常に情けない役でですね、見事にこうダメダメな主人公を演じています。その他ナチュラルボーンキラーズなどのジュリエット・ルイスがですねヌードも披露していますけれども、それ以外ですね、アンジェラ・バセット、そしてトム・サイズモア、が出ています。トム・サイズモアという人はですね、結構リドリー・スコットのブラック・ホーク・ダウンなんかで、まあ、こうガシッとした軍人の役なんかで最近はよく出てくる傭兵みたいなね、感じの人です。今回はズラをかぶって出てきます。その他今回麻薬王みたいなもの、ところでトム・サイズモアという人が出てきます。この人もなかなかこうハスキーな声で、セクシーな俳優だなと思って、よくなんか映画のこう端っこの方に、悪い役で、大体そういう麻薬王みたいなのが出てくるんですけども、非常に味のある俳優だなと思って、見ていました。ということでなかなかね、助演陣も味のあるこのストレンジデイズ、これ実はYouTube に予告編がなかったので、ディープフォレストが担当したですね、印象的なテーマ曲、これを使ったエンディングの映像だけが見つかりましたので、このエンディングをちょっと見ていただいて、予告編の代わりに、見ていただきたいと思います。それではどうぞ。